ストランドマガジン、ストランドマガジンは、かつて、イギリスで出版されていた、月刊誌。ジョージニューンズにより、家族で楽しめるように、一般大衆向けに創刊され、1891年1月から1950年3月までの60年間発刊した。創刊当時、すべてのページに差し絵を入れ、キャッチフレーズは、6ペンスの値段で、中身は1シリング分の月刊誌であった。 ストランドマガジンは第二次世界大戦中に紙の配給制限を受け雑誌のサイズ縮小などで対処するもコスト高となり資金調達ができなくなって1950年に廃刊に至る。その後半世紀を経て1998年にストランドマガジンの名を受け継ぐストランドミステリーマガジンがアメリカで機関紙のミステリー雑誌として発刊されている。 コナンドイルによるシャーロック・ホームズシリーズを初めて掲載した雑誌として紹介される向きも多いが、1887年に第1作の長編、ヒーローの研究、1890年に第2作の長編、4つの署名が掲載されたのは他の雑誌である。これらは当時あまり評判にならず、第3作にあたる短編、ボヘミアの集文が、 ストランドマガジンの1891年7月号に掲載されてから読者の支持を得るようになり引き続き同士から発表、連載されていく。最終的には1927年までの約35年の間に56作がシリーズとしてストランドマガジンに掲載されドイルとホームズは不動の人気を得ることになる。ドイル以外の気候者としては十九世紀を代表する。 小説家たちが名を連ねている。ストランドマガジンの人気を支えた功労者として、鹿内棒にインバネスコートという服装の、シャーロック・ホームズの要望を決定づけた、差し絵がカシドニー・パジェットの存在がある。ありがとうございます。